今回は始まる A 列車で、単線ダイヤの基礎を学ぶ動画です。単線といえば、こんな感じの路線があります。意外と東京都内にも、単線の路線は存在します。地味に西武線は単線の路線が多く、ここの例だけでも3路線が挙げられている上に、まだあります。これら全てに共通するのは、全ての線路が1本でないことです。つまりこんな感じで、下り方面と上り方面の電車同士が、待ち合わせできる駅がある、ということです。今回はそんな単線ダイヤを、始まる A 列車で組んでいきますよ。単線ダイヤでも組む前の準備は非常に重要です。まずは車両の性能です。前回使用した車両を使用するので、説明は省きます。今回も車両の最高速度を、できれば加速性能も統一するようにしましょう。今回重要なのは、駅と駅の距離です。単線ダイヤではこの距離が重要となります。これは実際に作成した路線を見てもらった方が早いので、早速見てもらいましょう。これが今回ダイヤを組む単線の路線です。距離の解説の前に、まずはこの路線の各駅の紹介を行います。A 駅は、一面一線の駅です。この路線の始発駅となります。次は B 駅です。一面二線の駅です。なくてはならない機能があります。C 駅は、A 駅と同様の構成の駅です。この路線の終着駅となります。この全3駅の、単線の路線を用意しました。さて前述した駅と駅の距離について解説しましょう。この A 駅から C 駅の距離には、共通点があります。それはマスの数です。意味がわからない方もいると思うので、実際に駅間の距離を数えてみましょう。1マス、2マス、3マス、4マス、5マス、6マス、7マス。C 駅から B 駅の距離は、7マスでした。では B 駅から A 駅は、1マス、2マス、3マス、4マス、5マス、6マス、7マス、B 駅から A 駅の距離は、7マスでした。これは偶然ではなく、意図的にやっています。単線ダイヤでは、1本の車両が1つの線路を走るよりも、複数の車両が1つの線路を走る方が利益につながります。しかし1本の線路に複数の車両を走らせると、行き先が違う車両同士がぶつかってしまいます。ここで例を出します。山手線の内回りと、外回りが1本の線路に走っていたとするなら、当然同じ線路をそれぞれ反対向きに走るので、どこかでぶつかってしまいますよね。これを防ぐには、どうすればよいのか。ここで先ほど紹介した、B 駅のなくてはならない機能が発動します。その機能は、それぞれ行き先の違う車両が、お互いを待ってから発車させる機能。この機能により、車両がぶつかることなく運行できます。この後その機能を実践しますので、まだわからない人も大丈夫大丈夫。さてその機能と駅と駅の距離が何の関係があるのか、についてですが、駅と駅の距離をそれぞれの区間で揃えることによって、スムーズに機能を行える、という関係があります。これもこの後の実践で、よくわかると思います。実践の前におさらいです。どれも重要。それでは先ほどの路線で実際にダイヤを組みつつ、機能を実践してみましょう。単線ダイヤは準備が重要です。その準備さえ終われば、意外とあっさり組めてしまいます。さあ車両を配置しましょう。まずは相模線 E131 系を配置します。駅の手前に配置します。駅に1マスでも引っかかると、通過してしまうので注意。配置したら運行計画を選択した後、営業路線を選択します。まずは簡単な単線ダイヤを組みましょう。発車条件をすべて停車時間5分とし、進行方向を折り返しにします。その後 B 駅手前のポイントを分岐にします。C 駅方面行きは B 駅2番線で発着させます。その後 C 駅も発車条件と進行方向を A 駅同様にすれば、ダイヤは完成です。ちなみに B 駅1番線は A 駅方面行きの車両を発着させるので、ポイントの変更を行いません。ダイヤ完成後に、この車両のダイヤを別の車両に複車します。複車することにより今組んだダイヤを、そのまま別の車両にコピーすることができます。複車の方法は、コピーするダイヤの車両を選択し、下にある複車を選択します。その後ダイヤをコピーさせたい車両を選択すれば終わりです。はい、か、いいえの選択肢はないので注意してください。ちなみに複車先の車両は、コピーしたダイヤを設定した車両と同じ名前になります。さて複車した車両を設置して、正常にダイヤが機能するか見てみましょう。C 駅の手前あたりに車両を設置します。一応ダイヤを確認します。
しっかり反映されていますね。この後、ぶつからずに走行できるか確認します。さあ、単線ダイヤが事故なく機能するか見てみましょう。それぞれ行き先の違う電車が B 駅の両線に入線し、待ち合わせができました。折り返してきた車両がどちらも先ほどと同じように、ぶつからずに B 駅に入線しました。これで単線ダイヤは完成です。低コストで、多くの車両を走らせる必要があるマップには、必須のダイヤですのでぜひ覚えておきたいところです。次は少し複雑な単線ダイヤを組みます。そのために C 駅から先を延伸しました。C 駅を B 駅同様の構成に改築。その後一面一線の D 駅、A 駅と同じ構成の E 駅を追加しました。この区間に、先ほどと同じ車両を使って、少し複雑なダイヤを組みます。ここでアドバイス。単線ダイヤを組むときは、主役とする車両をどこで待ち合わせさせるかをあらかじめ決めておくと、後々ダイヤが組みやすくなりますよ。今回は合計5駅あるので、真ん中の C 駅で待ち合わせを行うことにしましょう。早速 E 駅まで延伸した単線路線のダイヤを組んでみましょう。今回のダイヤには、前回も使用した、発車時刻、を使いたいと思います。まずは C 駅の発車条件と進行方向を変更します。発車条件を停車時間に変更し、進行方向を直進に変更します。これで E 駅まで走れます。D 駅はいじりません。E 駅は進行方向を折り返しに設定します。ここからは発車条件を設定します。停車時間から、発車時刻に変更し、前回でも使用した毎時0分発に設定します。C 駅手前のポイントを分岐にした後、A 駅も E 駅同様の設定をします。なぜ5分停車のままにしなかったのか気になる方もいると思います。理由は踏切での遅延です。前作 3D、PC では踏切でよくダイヤが遅延することがありました。5分停車のままだと、遅延した時間が上乗せされるので、ダイヤがずれてどこかで緊急停止する可能性が高まります。しかし発車時刻ならその可能性を減らせるから。というのが理由ですね。まあ発車時刻を過ぎてしまうと意味がないので、そこは注意が必要ですが。先ほどと同様に、出来上がったダイヤをコピーさせたい車両に複写します。これで準備完了です。事故なく運行できるかを見てみましょう。少し時間があるので、ここでよくある質問コーナー行きます。単線では駅と駅の距離を統一するとありますが、単線ならどこでもそうしなくてはいけませんか？答えはいいえ、絶対そうしろということはありません。駅と駅の距離を統一した方が組みやすいだけです。今作では1分刻みで発車時間を決められるので、そこでダイヤを調整するのも手です。しかし今回の動画は複雑なダイヤではないので、最も管理しやすい駅と駅の距離を統一した方がいいと記載しました。さて準備も完了したので、出来上がった単線ダイヤの様子を見てみましょう。無事に C 駅で、待ち合わせをすることができました。E 駅に到着。停車時間は約15分。12時ちょうどに発車し折り返します。折り返しのダイヤでも無事に C 駅で、待ち合わせをすることができました。来れました。時間指定を使用しているので、一回無事に戻ってこれれば、その後も大丈夫です。これで少し複雑な単線ダイヤは完成です。最後にこの単線路線に、特急列車を走らせてみましょう。前回と同じパノラマカーっぽい車両を使用します。これを E 駅を始発駅にして、走らせます。途中停車駅は、先ほどダイヤを組んだ車両が待ち合わせをする、C 駅とします。さてダイヤを組んでいきます。まずは E 駅の発車条件と進行方向から決めていきます。実はこの録画中に初めてこの路線に特急列車のダイヤを組むので、ぶつからない時間などは把握していません。勘でやっています。とりあえず先ほど組んだ車両が E 駅に到着してすぐの時間に発車することにします。感覚もわからないので適当に99回で、途中停車駅の C 駅は両方とも5分停車のままにします。今後調整が必要な気がするので、とりあえずって感じですね。ポイントの進路は、E 駅手前以外は先ほどの車両と同様にします。A 駅の発車時刻は、
とりあえず14時30分にしました。これも後で調整します。進行方向を折り返しにしてポイントの進路を設定したら試運転を開始します。それまでカット。設定を終えました。そろそろ発車です。無事に C 駅に停車。ここからが勝負。待ち合わせしていた車両が一瞬止まった気がしました。一応調整しておきます。 A 駅に到着。30分発なのですぐに発車します。 B 駅の待ち合わせに関しては完璧なのでこのままで行きましょう。 E 駅の到着は少しギリギリでしたが、気になるようなら調整するぐらいの範囲でしょう。とりあえずこれで単線ダイヤの特急列車は完成としましょう。ここで先ほど見た単線ダイヤの特急を組むコツをまとめておきます。丸1の下段についてですが、今回も動画の都合で各駅停車から組んでいます。早い列車から組むようにしましょう。ちなみに先ほど B 駅で調整するといった部分ですが、E 駅の発車時刻を50分から48分に変更し、B 駅手前の C 駅を3分停車にすることによって改善しました。丸2のように、単線で特急列車を運行する際は、駅と駅の距離が同じでも細かな時間の調整が必要と言えます。この後単線ダイヤを組む時の基礎についておさらいします。しばらくお待ちください。さて最後に単線ダイヤを組む時の基礎についておさらいします。なんと2つだけ、ダイヤを組むにあたって重要なのはこれだけです。今作では、1分刻みでダイヤが決められるので、前作よりも単線ダイヤが組みやすくなりました。基礎をしっかり押さえれば、複雑な単線ダイヤも可能になるでしょう。というわけで今回はここまでです。単線ダイヤを解説するのは難しかった。今後もダイヤ解説動画を出していこうと思うので、よろしくお願いいたします。過去に投稿した動画も参照していただけると嬉しいです。この動画や、ダイヤに関して質問、感想などがあればコメントをどうぞ。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしく。それでは。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録を、ゆっくりしていってね。